映画監督の濱口竜介です。三宅翔監督の稽古目を澄ませてが6月14日から韓国の劇場で公開になります。近年の日本映画の中でも、傑出した作品ですので、韓国の映画ファンの皆さん、劇場にぜひ駆けつけて、この映像と音を体感していただきたいと思っています。楽しんでください。はい、笑顔でお願いします。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの、プロになってそれだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうなぁ。